今年も残すところあと354日となりました。南です。マイアミではありません。いい光ですね、今日は。皆さんお元気でしょうか。私は元気です。なんかこう日々人の優しさに触れて生きております。なんかこう今日はね、金券屋さんなんですけど、私が多分あまりにもちょっと痩せてるので心配してくれて、みんなが今日お弁当作ってくれるんだって、こんちゃんが。すごい優しい人がいて、みんな優しいんだけど、お弁当作ってくれるんだみたいな。お弁当作ってもらうとか、ほんといつ以来、もうお母さん以来だよね、やっぱ。なかなかお弁当って作ってもらわないよねっていうのをちょっと思ったりしてます、なんかこう結構さ、かっこつけなとこがあるんで、私あんまり素直にいろんなこと言えない感じとか、素直なんですけど素直に言えない感じもあるんですよ。で、なんかこう昔は割と受け取り上手だねとか言ってもらったんですけど、まあ受け取り上手だとは思うけどね、うん、遠慮しないし、あんまりあ、どうもみたいな、もらっちゃうんですけど、なんかこう、それでも、なんだろうね、どうしてこんなによくしてもらえるんだろうっていうことは、やっぱり常に思ってて、いい意味でね。やっぱちょっとバリカン欲しいね。バリカンっていくらするんだろう。そんなことを、つとと思ったりするわけでありんす。なんか言いましたっけ、超今更なんですけど、あの安全地帯玉置浩二さんにハマりまして、ずっと歌を聴いてるんですけど、なんかこうもう反射的に玉置さんの声を聞くと私もうブオー涙出てくるみたいな最近あって、っていうかなんかこうあの曲の感じで安全地帯って名前がいいなって急に思いました。なんかやっぱね、中東的な何かを感じるんだよね、彼らの音楽というか、やっぱり玉木さんの声、うん、なんかこうウムクルスームとはまた違うんですけど、あのアラブの歌姫ね、あのでもやっぱね、ああいう、やっぱ私アラブの曲で何が好きかっていうと、アラブってね、ラブソングとかでもいきなりボーンのテンションはないんですよ。ゆっくりゆっくり上がってって、ミミ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 ンっていう、あのその話を聞くたびに、あの中国のさ、古語だっけ、なんか一字句覚えてないんですけど思い出す、あの何かっていうと、蛇は天に登ろうとして竜になるっていう。でもそれはね、みんながみんな竜になればいいって話でもなくて、
蛇でいるままを選ぶか竜になるのを選ぶか、それはあなた次第ですっていう意味が含まれてる、なんか中国のね、中国だっけ、すっごい昔の中国ね、古語、古事、古語みたいな、なんかね、ことわざじゃないんだけど、なんかそういうのがあって、なんかアラブの曲ってそのバイオリズムに逆らってない気がするんですよ。こう人間ってボーンっていく人もいるけど、私も結構ボーンっていくけど、のっぺり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 下から上がってってぐおー上がっていくから、それをこう表してる気がするんですね、あの歌声とかが。で、うん、なんかこうそれをなんかね、こうたまきさんの声とか彼らの音楽を聞くとすごく思い出すんですよね。なんかね、急に、うん、だからなんかあんまり日本の曲聞いて、まあ、日本とかは別に私そんな思わないけど、なんかあんまりそういう感覚で聞いてないのかもって思って。いや、私前言いましたっけ、すっごい疲れると、私本当にあのエジプシャンソングとかもずっともうブワーって聞いてるんですけど、聞くんですよ。大体それがあるともうなんかこうちょっと参ってる時で、あ、今別にすごい参ってるかって言われて別にそんな参ってないんですけど、なんかこう思い出すことはあるよね、うん、今日もね、時間が連日私が寝坊してるんで時間がちょっと迫ってきてはいるんですけど、だからなんかそう、どっかで言ったかもしれないけど、人間はやっぱテレパシーは使えるんですよテレパシーは使えるから、なんかそういうこう感じ取ったりする言葉以上に感じきって感じ取る、感じさせる、お互いに交流するっていうことを忘れないように、失わないように生きようと。極端な話、それ以外にすることがあるのかっていうのを最近思ったりしてます。いい意味での哀れみとか情けでもいいけど、そういうことが自分から欠けてしまったら、抜け落ちたら生きてる意味はないと私は思うんです、自分に対してそう、だから私の人生って何をするのかっていうと、真面目な話をすればもうとにかく感じきる、感受性というかね、受け取って感じきって、それを自分なりの力で表現でお返しして、私はこんなに素晴らしいと、美しいと思って感動しましたぜっていうのを伝えれたらいいね。それが一番だね。うん、そんなこと思います。そうそう、だから次のあの細江スタジオはワインレッドの心とか歌いたいね。あんまり聞くとさ、グオーって入っていっちゃうから適度に聞いて適度に歌おうとまあそんな感じで皆さん、良き一日をお過ごしください。おいらは弁当を楽しみに今日は金券屋に行ってきます。というわけで。